チャオ、あっちゃんです。昨日コストコで買ってきた、スルメスティック食べたいと思います。これね、子供スルメ好きでさ、狙ってんねん。で、早く食べたいねんって言うから、食べていいやんって言ったら、動画撮らなあかんって言うから、撮らんでもさっき食べって言ったら、いっぱいあるしって言ったら、いや撮っときーって言って、動画開けるとこから撮っとかな、動画にならへんから開けてって言うから、開けます。はい。何本入ったかな、いっぱい入ってます。320g 以下。スルメって結構高いもんね。おお、おお、イカ臭い。はい、いっぱいイカが入っております。どこやろ、イカのどこの部位か知らないけど、こんなスルメスティックになってんだけど、食べます。あ、買った。うん、美味しい。これね、スルメ独特の硬さ、うん、味もしっかりしてるね。間違いなくスルメです。美味しいよ。うん、いいいいいい。うん、スルメはね、歯痛くなるけど、歯が丈夫になるからね。うん、噛んだら噛むだけ味出てくるし、美味しいし、うん、うちの子こんな好きじゃないの。うん、美味しいね。なかなか減っていかへんけどもね。うん、うん、美味しい。なかなかね、うん、イカの味がしっかりした美味しいスルメです。コストコで900いくら。うん、スルメ結構高いからさ、こういうの大体1000いくらとかするし、スルメなんかこう、ね、3枚入って1000円とかするから、うん、いいです。好きです。バイツに今日のあっちゃんのおやつ、コストコで買ってきた、ハレルの、スルメスティック食べてみました。美味しかったです。まあね、まあ、お酒とスルメも合うんだけど、あっちゃん今日スルメだけ食べてた。結構あっちゃんお酒飲まずにおつまみ食べること多いんだけどね、昔からおつまみ好きでよく食べてたんで、うん、またスルメ、今日ちょっとゆっくりスルメ食べながら過ごしたいと思います。もう子供も帰ってきてね、今トイレ行ってんね、ヒカルは。で、だから帰ってきたら食べると思うね。リュウマオヘイ行ってんねんけど、また戻ってくるの。スルメ開けるで、だからまた後で行くと言ったらね、食べに来ると思います。では、またね、バイバイ。当分持つでしょう、こんだけあれば。